今日は卒業式で、はい、うわいっぱい歩いてるなっていうイメージですね。賑やかになってるのかなみたいな。そうですね、駅前の方はもうだいぶ活気が戻ってきて。はい、皆さんこんにちは。今日も始まります。久々にこの岡山の街を歩くんですけど、まあいろんなところに行くと岡山の街はどうなんだと、最近夜はどうなってるんだというような意見を聞くんですよね。ちょっと今日はね、駅前の方をね歩いていこうかなと思います。とりあえずね、ここから駅前の方まで歩いていこうかなと思います、まあ、特に大して、まあ、すごいものがあるというわけではないですけど、まあ、比較的ここはね人通りが少ないエリアであるかなと思います。はい、というわけでね、このイオンモールの目の前に広がるのが県庁通りの、県庁通りですね。これ 2車線あったんですけどね、1車線にしてしまったという。なんで1車線にしたかちょっとわからないですけど、1車線になってしまったと。ちょっとこのまま進んでいきましょう。この辺ぐらいからちょっと人がねいたりするんですよね。いや綺麗ですね、この屋上。というわけでドン・キホーテ前ですね。はい、こちらが岡山駅になります。現在地がこちらになりますね、まあ、今日はねこの本町というエリアちょっと行ってみようかなと思います。いやでもね人があんましないですね。人はいないんですけどタクシー多いですね。相変わらず変わらないですね。まあ、こっからですよね。こっからですよ。ここが岡山の、まあ、飲み屋街というか飲食店がね多い場所になります。いろんなお店屋さんがね。
まあ、この辺がねめちゃめちゃ人が賑やかな場所なんですけど、まあ、雨の中ですけどみんな傘差してないですね。岡山の人ですか？岡山です。岡山ですか？イエス。今日何時から飲んですか？今日ですか？10時からです。10時から、じゃあこれからというか、はい、今からです。今から、はい、じゃあ楽しんでください。ありがとうございます。今日どういう感じなんですか？今日は卒業式で人がいっぱい歩いてるなっていうイメージですね、はい、あ、じゃあこれから飲みに行くみたいな。あ、そうです。岡山の夜の街、最近ここずっとね、あのブラブラしてて、なんか賑やかになってるのかなみたいな。そうですね、駅前の方はもうだいぶ活気が戻ってきて、まあ時間かな。でもなんか結構やっぱ祝い事が多いみたいよね今日は。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。わあ、これはね、桜ですかね。桜ですね、もう咲いております。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。